本港港区の町名では、東京都港区に存在する、または過去に存在した町名を一覧化するとともに、明治時代初期以来の区内の町名の変遷について説明する。東京都港区は昭和22年3月15日、当時の東京都芝区、麻布区、赤坂区が合併して成立した。以下、明治時代初期から港区成立までの行政区画の 変遷について略述する。江戸が東京と解消されたのは慶応4年のことである。同年7月17日、江戸を称して東京と試すの証書が発せられ、東京府が設置された。以後、明治22年に東京市が発足するまでの過渡期には、東京府の行政区画は目まぐるしく変遷し、番組制、大区小区制、十五区六軍制等と呼ばれる制度が、 相次いで実施された。明治2年2月、東京府では、町地と豪村部との境界線を定める守備機が行われた。これは、皇居を中心とした市街地を守備機内とし、その外側を豪村とするもので、守備機内を50の区画に分けて、50番組が設定された。これとともに、江戸時代から続いていた名主制度が廃止された。同年5月、 周囲の合村部にも5つの組が設定され、これを地方5番組と称した。後に港区となる区域は、このうち守備機内の14番組から22番組、及び地方1番組に属した。明治4年6月には守備機が見直されて、守備機内は44区、守備機外は25区に区分された。明治4年7月には、廃藩地検が実施された。これに伴い、 同年11月、従来の東京府、品川県、小菅県が廃止され、新たな東京府が設置された。同時に、守備機が廃止されて、府内は6大区、97小区に分けられた。明治7年3月、区割りは再度見直され、守備機が復活。守備機内外に11大区、103小区が設置された。後に港区となる区域は、 このうち守備機内の第2大区2から12小区、第3大区7 8 1小区、守備機外の第7大区第1.2小区、第8大区第1小区に属した。当時の公式な住所は、例えば、東京府、第2大区、第2小区桜田美前町のように表示された。その後、軍区町村編成法の施行に伴い、大区小区制は廃止され、 明治11年11月2日、東京府下に十五区六郡が置かれた。港区の前身にあたる芝区、麻布区、赤坂区はこの時設置された。明治22年、市政、町村制が施行され、同年5月1日、東京市が成立。芝区、麻布区、赤坂区は、東京市の区となった。昭和18年7月1日、東京府と東京市が廃止されて、 新たに東京都が置かれ、上記3区を含む35区は東京都直轄の区となった。昭和22年3月15日、前述の通り、これら3区が合併して港区となった。港区では1960年代から70年代にかけて住居表示の実施に伴い多くの町名が廃止された。これらの旧町名は江戸時代以来の名称を引き継ぐものも多かったが、 明治時代初期に新たに起立した町名も多かった。屋敷、町大地、寺門前といった旧幕府時代の伝統を引き継ぐ小規模な町は明治2年前後に数か町が合併されて新たな町名を付した例が多い。また明治5年には武家地、寺社地などそれまで町名のなかった土地に新たに町名を付した。こうした町名設置は 主に戸籍整備上の必要性から実施されたものである。以後、部分的な町名の変更、周辺の軍部との境界の変更などはあったものの、明治時代初期の町名が1960年代初頭まで残存していた。例外は旧芝区の新橋、浜松町地区で、ここでは関東大震災後の復興特格整理のため、昭和7年に、 大幅な町名変更が行われている。明治11年の芝生立時の町町数は135であった。翌明治12年に芝森元町1から3町目が麻布区に編入、白金城三考町、白金下三考町、白金西木町が江原郡白金村に編入され、町町数は6つ減って129となった。 明治22年の市政町村制施工事には、江原郡白金村が芝区に編入。当該編入区域は2年後の明治24年に、八金井正町、八金山考町となった。下表には、下七名四章を含む135町町を収録している。関東大震災後の区画整理に伴い、昭和時代初期に変更された町名については、下表の 震災復興後町名の欄に記載した。芝の干渉について、明治11年の芝区成立時には、芝を干渉する町名と、干渉のない町名があった。明治44年に、東京市内の町名の簡素化が行われ、芝の干渉は除去された。昭和22年、芝区、麻布区、赤坂区が合併して、港区が成立した際、旧芝区域の町名には、芝を干渉した。 下表で備考欄に印を付したものは昭和22年以降のみ芝を干渉した町名。印を付したものは明治44年昭和22年の間を除いて芝を干渉した町名である。芝浦地区の新旧町名対正図新橋、浜松町地区では関東大震災復興後の区画整理に伴い昭和7年に大幅な町名改正が実施された。これにより、 明治期に存在した町名の多くが消滅し、新橋1から7町名等に変更された。また、芝浦地区では、昭和11年以降、海岸沿いの地区と埋め立て地の町名が再編された。下表はこれら昭和戦前期成立の町名の一覧である。品海放題は成立時期未詳であるが、便宜上、下表に含めた。 これらの町名町域はいずれも昭和39年以降の住居表示実施により再度変更されており、田村町、塩止めなどの地名は交渉町名としては廃止された。下表の町名は昭和22年の港区成立以降は芝を干渉した。下表に収録した町名は埋め立て地に新たに起立された町名のうち昭和11年の町名改正で廃止されたものである。 これらの地区の町名は、1960年代の住居表示実施により再度変更されている。月見町、竹芝町、肘町などの町名は短期間で廃止された。これら埋め立て地では、当初の町名成立時、昭和11年の町名改正後、住居表示実施後と、それぞれの時期で異なった町名が付されていた。一例として、 大正8年成立の芝浦町1から3丁目、昭和11年成立の芝浦1から3丁目、昭和39年の住居表示実施により成立した芝浦1から4丁目はそれぞれ異なる区域を指す、町名である。1919年成立の芝浦町2丁目と1936年成立の芝浦2丁目は同じ区域を指すが、旧芝浦町1丁目は、 海岸通り三丁目に、旧芝浦町三丁目は、西芝浦三丁目にそれぞれ変更されている。麻布十番、東麻布地区の町名麻布地区の町名明治十一年の麻布区成立時の町町長数は約五十であった。以後、明治二十二年の東京市政施行までの間には以下の変更があった。以上の変更により、町長数は差し引き五十となった。不評には、 貸詞地名参照を含む53町長を収録している。麻布の干渉について、麻布を干渉する町名については、明治44年に干渉を廃止している。飯倉間宮奈町、芝森元町、芝北新門前町についても同年に、飯倉、芝の干渉を廃止。昭和22年の港区成立時には、旧麻布区の町名には再び、麻布を干渉した。 港区成立時には上述の真宮名町、森本町、北新門前町と干渉のなかった飯倉町、飯倉方町にも麻布を干渉した。東京市政施行以後、港区成立までに新設された町は以下の一町名三町。港区における住居表示実施は1964年から開始されているが、それ以前の1962年9月、区画整理によって、 東麻布1の3丁目、麻布10番1の3丁目が成立している。関係する9丁目は以下の通り。東麻布1の3丁目は1981年に改めて住居表示を実施。この際、麻布クラ町4丁目の残余と、麻布森本町1丁目の残余を編入。前者は東麻布2丁目1番、後者は東麻布2丁目7番となった。 麻布十番一の三丁目は1978年に改めて住居表示を実施。この際、麻布宮下町の残余は麻布十番一丁目五番となり、麻布南美が久保町の残余は六本木六丁目十七番に編入された。1878年の赤坂区成立時には区内に52丁が存在した。1889年の市政町村制。 施工時までには以下の変化があり、区内の町町数は49となった。東区では、関東大震災復興後の町名改正は実施されず、1960年代の住居表示実施まで従来の町名が概ね継承されていた。赤坂の干渉について町名に赤坂を干渉するか否かは時期によって異なる。1878年の赤坂区成立時には、 区内の大部分の町名に赤坂を干渉していた。1911年、東京市内の町名の簡素化が行われ、区名と同じ赤坂、ため池を干渉する町名については、干渉を廃止した。その後、1947年に、芝、麻布、赤坂の3区が合併して、港区が成立した際に干渉が復活。旧赤坂区の町名にはすべて、 赤坂を干渉した。従来、青山を干渉していた町名は、赤坂青山町となった。以下は、港区の現行町名である。住居表示実施済み地区については、当該住居表示実施直前の旧町名を記載した。旧町名の後に、途中期したもの以外は、当該旧町域の一部である。港区では、麻布長坂町、麻布間宮那町の2町が、 住居表示未実施となっている。港区と中央区との境界には一部未定部分がある。当該境界未定部分の高速道路下の商店、等の住所は便宜上、中央区銀座八丁目地先と表示されている。芝地区総合支所管内、麻布地区総合支所管内、赤坂地区総合支所管内、高名地区総合支所、管内芝浦港南地区総合支所管内。ありがとうございます。